スイーツ全般的に好きってよりもやっぱりプリンをすごく推しているところ、すごくそれがね気になるんですね。そんなねアナザーストーリーもぜひ次回作などで盛り込んでもらえるといいなーなんて、ひょっとしたら、まあ、とっても感動的なストーリーがあるかもしれないし、ないのかもしれない、うん、まあではまた次回、レプテル役田中理恵でした。全般的に好きってよりもやっぱりプリンをすごく推しているところ、すごくそれがね気になるんですね。そんなねアナザーストーリーもぜひ次回作などで盛り込んでもらえるといいなーなんて、ひょっとしたら、まあ、とっても感動的なストーリーがあるかもしれないし、ないのかもしれない、うん、まあではまた次回、レプテル役田中理恵でした。